貧乏は太平洋、アジア及び東アフリカの一部で見られる、ヤシカの植物。中国語では、ビロード書く。種子は嗜好品として、紙タバコに似た使われ方をされ、貧乏児という場合は通常この種子を指す。ペナントの名の由来となった植物である。単幹で高さ10から17メートル、稀に30メートルに達する。死有同種であり、一つの果女に、 死ゆの花をそれぞれつける。果実は長大円形、長さ5センチメートル前後でオレンジ色からシンク色に、ジュックス。ビンロ乏ジを噛むことは、アジアの広い地域で行われている。ビンロ乏ジを細く切ったもの、あるいはすりつぶしたものを、金馬の葉にくるみ、少量の石灰と一緒に噛む。場合によってはタバコを混ぜることもある。しばらく噛んでいると、アルカロイドを含む種子の成分と、石灰、 唾液の混ざった鮮やかな赤や黄色い汁が口中に溜まる。この赤い唾液は飲み込むと胃を痛める原因になるので吐き出すのが一般的である。貧ロの習慣がある地域では道路上に赤い吐き出した跡が見られる。しばらくすると軽い興奮、明敬感が得られるがタバコと同じように慣れてしまうと感覚は鈍る。そして最後にガムのように噛み残った 繊維質は吐き出す。タイのバンコクから30の80キロメートル北方では、農民は水田高度中の酸性度を吐き出した実の色の変化で測定する。口の中で赤色をしていたものが、土の酸性が強いと黒色に変化し、酸性が弱いと赤い色のままで変化しない性質を利用したものである。黒色だとまだ交錯するのは早いということであり。 赤のままであったら、発種して良いという判断をする。また、ロウ寺の粉は単独では、歯磨き剤や虫下しに使用される。漢方法剤では、メガミ産、旧耳朗油などに配合される。日本では、薬局型にも記載されている。日本への生果実の輸入は、未完コミバエ種群の発生地域からは不可。一方、韓国など未完コミバエ種群が発生していない、地域からなら、 可能。また、かんコミバえが死滅していると考えられる製法を用いていれば、かんコミバえ種群の発生地域からも輸入可能である。貧乏は麻薬であるから、日本に持ち込むことができないという認識は誤りである。マレーシアやインドネシアに見られる貧乏種は、貧乏時の実を絞った重液を発酵させた酒で、古今と書修生には南蛮伝馬流人。 トリ鳥広氏に主と記されている。神奈川記録の西洋道中ヒザクリンへ5編上では、西論等で北八が現地人と相撲を取る際に、同行の通訳がビンド乏の葉を軍配代わりにして行事を務める。一般的なビンドビンド乏時にはアレコリンというアルカロイドが含まれており、タバコのニコチンと同様の作用を引き起こすとされる。石灰はこのアルカロイドをよく抽出するために加える。 貧ー寺には依存性があり、また国際眼研究機関は人に対して発言性を示すことを認めている。貧ー寺は古来から高級嗜好品として愛用されてきた。貧ー寺と金馬は夫婦の象徴とされ、現在でもインドやベトナム、ミャンマーなどでは結婚式に際して客に送る風習がある。台湾で売っている貧ー2個包んだものは 双子星と呼ばれるタイプ。床にビンロ瘍ジを噛んだ唾液を吐き捨てると、血液が付着したような赤い跡ができ、見るものを不快にさせる。そのためか低俗な人々の嗜好品として、近年では愛好者が減少している傾向にある。台湾では露出度の高い服装をした若い女性がビンロ瘍ジを販売している光景が見られる。風気上の問題から2002年に規制法が、 制定され、台北市内から規制が始まり、東園県もこれに追従した。以降、台中市、台南市、高雄市など大都市では姿を消した。依然として、高速道路のインターチェンジ付近や、地方では道端に立つ、微老、生死が見られるが、過激な服装は影を潜めるようになった。台湾では、現在、道路に、貧乏寺を噛んだ唾液を吐き捨てると、 罰金刑が課せられるため、中心街では路上に吐き出す習慣はなくなったが、少し離れると吐き捨てた後や、噛み尽くしたカスが見られる。購入時にエチケット袋が共に渡される。ありがとうございます。